今回は生き物大図鑑レプティオーサンショウウオとメキシコサラマンダー全5種。ラインナップは、オーサンショウウオライトカラー、オーサンショウオダークカラー、メキシコサラマンダーピンク、メキシコサラマンダーブラック、メキシコサラマンダーゴールデンの5種類になります。で、今回出たのがオーサンショウオのダークカラーとメキシコサラマンダーのブラックになります。オーサンショウオの正面、横、後ろ、でまた横、 最初にオーサンショウを首のところが動いて、あとは口のところもカパッと開きます。あと動くのは胴体の中間部と尻尾の部分が動きます。お腹の部分こんな感じになっています。で、手と足、個々に動かすことができます。ガパッと口を開くと結構な迫力あります。で、続いてメキシコサラマンダ。ー。口を開けるとこんな感じ。で、可動は首の部分と腰の部分が動きます。 お腹の部分はこんな感じ。同じように手と足は全部動いて、大開脚もできちゃいます。最初に一番硬かったのは手の部分でした。馴染んでくると動きやすくなります。で、メキシコサラマンダーの場合は、ちょっと高くした方が口開きやすいです。で、後半は作るシーンになります。と言っても、はめるだけになっています。で、ちょっと一旦置いておきます。オーサンショウウオは3パーツになっていて、同じように入れていくだけになっています。で、出来上がった後も、やっぱり口開いちゃいます。 で、最後に、トントしたら、完成です。ということで、今回は、生き物大豆館レプティ、オーサンショウウウとメキシコサラマンダーをご紹介しました。結構本物な感じがします。爬虫類が好きな人だったら、一回試してみたらいかがでしょうか気になった方は、お試しください。